株式会社日立物流は東京都中央区に本社を置く物流会社である。日立グループに属するが国内事業の大半がグループ外の取引である。3PL で国内主位、東証一部上場企業。主力の物流事業はシステム物流事業と称し単なる倉庫保管、輸送だけではなく小売業、製造業に 不可欠な物流システム全体を構築し、運営を請け負う事業を主力としている。このシステムに含まれるものは、運送、配送、保管のほか、在庫、受発注等の情報管理、流通の際の加工等が含まれる。また、国際物流事業では上記に加え、通関手続き、航空運送代理業なども行う。このほか、 筆頭株主である日立製作所の製造をする特殊な製品、例えば発電プラントや車両等の重量品、原子力発電用核燃料、大型製品の運送及び美術品輸送等の特殊な運送なども言っている。2015年3月期の売上構成は国内物流事業59%、国際物流事業37%、その他事業4%となっている。 同社の企業メッセージは、未知に挑む。物流は新領域へ、老ジスピードである。親会社の物流業務を専門に行う子会社の物流企業は、親会社の経営状況によって、自社の経営が左右されることや、親会社の業務をこなしていれば、安定的な収入が望めるため、経営改善が積極的に進まないなどのマイナス面を抱えている。最近では、 ロジスティクスの概念が日本企業に普及したことにより自社に物流市会社を持っていても独立系の大手物流企業に業務を受け負わせた方が場合によっては自社の物流市会社を利用するよりもスケールメリットによるコストの低下と専門性を生かした高品質な物流管理が実現できるといった事例も出ている。そこで同社はかつて親会社であった日立製作所の物流業務を 主体としつつも、業務で培ったノウハウをアピールし、他企業の物流業務を受け負うことに成功している。現在では、日立グループとしての位置づけよりも、企業向け物流事業における有力事業者としての評価が定着している。また、小口貨物輸送に関してのノウハウ不足を補うため、福山通運と提携することにより、大口、小口を問わず、 企業からの輸送業務を受け終える体制を整えている。2016年3月、SG ホールディングス及び佐川急便と資本業務提携契約を締結。同年5月に親会社であった日立製作所が SG ホールディングスに株式を譲渡し、両社の持分法適用関連会社となった。2020年9月、SG ホールディングス及び 佐川急便との資本業務提携契約の見直しを発表し、SG ホールディングスが保有する日立物流株式の一部を取得するとともに、日立物流が保有する佐川急便株式のすべてを SG ホールディングスに譲渡した。なお、経営統合に向けた協議については、当面の間、検討を見送るとした。日立運輸株式会社に、 商号変更後提携先の福山通運と同様に、イオングループの物流センターを運営している。2012年3月末現在、子会社86社、持ち分法適用会社12社を持ち、国内356拠点、海外348拠点を構える。かつては、東京モノレールの運行会社であったが、2002年に、東日本旅客鉄道へ売却した。 ありがとうございます。